何なんですか。この間あ、何ですか。これ撮ってる時ってもう、7月の6月の今日の日付もあなた分かるんです。7月11か711です。納豆の日の次の日です。先週の 大雨やったじゃないですか。ああはいはい、大雨やったじゃないですか。地方ね、はい、もう130何名亡くなったんですね、うんうん、全国でね、うん、で昭和のそういう自然災害っていうのでは、うん、過去最高らしいですね、まあまあ、死者がね、あのけあの大雨によるね、雨によって大雨による洪水とか、ああいうのでね、はい、なんかってで僕ね、朝早い仕事じゃないですか、はい、でこの間もね、あの車でね、うん、ちょっと仕事でこう納品してるんですけど、うん、帰り、新御堂筋じゃないですか、はい、あそこが、ね、すごいことになってたんですよ。今日北から南、北から南、南あの梅田方面にね、はい、仙人の方から梅田方面に、ね、うん、なんか電車が止まってたもんね。止まってたじゃないですか、うん、それでね、速道の方あるじゃないですか、うん、メインじゃなくて速道の方、はいはい、速道の方がね、あの水がえげつないぐらい冠水してますよ。ほうほう、まあ、高い位置にあんねやけどね、高架で40センチ近く、ね、タイヤがね、もう半分見えてないような状態、うんうん、あ、もう水陸乗用車みたいな、ね、まるであのボートで、はいはいはい、ボートがこう走ってるような感じ、水しぶきがすごいんですよ。で危ないよと思って、うん、メインに入ったんですよ、うん、メイン通りね、はい、でメイン通りはまあさほどそこまで冠水してなかったね、うん、でその何て言うんですか、その車ってあのブレーキがね、うん、あの水って弱まるって言ってもね、効きが悪くなるらしいんですけど、えらいもんでね、30代ぐらいかな、うん、もう止まってしまった状態なんですよ。あ、車が、車が、はい、その御堂筋の中ね、うん、新御堂筋、新御堂筋の片側でね、でパッて見た時にね、これはひょっとしたら、うん、よくあるじゃないですか、あの止まった状態で、要冠水した状態で車が動けなくなってしまって、うん、あのやるその救助隊が来て、うん、もう皆さん降りてくださいっていう、車置いたままでみたいな、床下浸水みたいな状態ですよ、はい、あんな状態になってたんですよ。で、それ初めて見た時にね、うん、これは大阪では初の光景やなと思って、初めて見た、うん、そんな経験ない、今までないでしょ。いや、俺あんだけの雨が初めてでしょ。初めてでしょ、うん、ないわ、千年に一度や言うて、まあまあまあ、千年も生きてへんもん、まあ、それに似たような経験があるから、まあ、似たような経験があるんですか、車売ってるね、うん、ね、いやでもあの、たまにね、一回あれ、行くのやったかな、手の字かなんかの高台をしてるのか分からない、あの辺の公園どこら辺で言うたら、こうなってる道ってあるでしょ、はいはい、真ん中へこんでる、はいはい、あるとこって大雨の時にバーッと水溜まってる時が冠水してる、それってもうそこだけじゃないですか、うん、そういうのは何回かは見たことはあるけど、うん、あんだけの雨って、いや、あのそういう時ってあの不要不急の外出なりね、あ、まあ、さお仕事とかじゃしゃあないやけど、ね、出ないというふうにしてないね、うん、まさかでもね、うん、そういうことになると思ってないですからね、うん、でも今回も趣味やからね、今回も含めてその前の地震の時、東北の津波の時もそうやけど、それまでって津波って別にあんだけ怖いもんやと思えへんかったでしょ、うん、でみんな見に行ってたりとかっていうレベルでしょ、うん、今回の大雨もそうやけど、雨で穴になるってみんな思えへんねん、物を舐めたらあかんねん、ね、うん、初めて体験して分かることであってね、うん、そういうのっていうの避難せえって言われて避難しやなあかんのですよね、うん、結局ね、いやさ絶対そう、うん、それによって防げるもんってあるでしょ、もともと準備しとかなあかんもんとか、うん、その辺ね、だからやっぱ気持ちがね、だから俺いつも気持ちシャレっぽいけど、うん、前傾姿勢やからね、あの内野手みたいにかかと浮かして生活してるから、いつでも寝てる時どうしますか、寝てる時には腰浮かしてる常に前傾、常に前傾、常にいつでもこう反応できるぐらいね、いやぐらいの感じで言っとかなね、あやっぱりやっぱいつでもこうね、うん、いやさかの俺、まあ、そういう出場所がないから、あのパニックになったら急あのまあ女の人とか子供知らないから騒ぐ人とかおるでしょ、あ、まあまあまあ、いやーとかね、余計冗長してるでしょ、うん、いうのがね、冗長してるのがね、いうのがね、うん、そういう時はやっぱこう、うん、さっとね、やっぱり冷静にね、うん、だから今回でもその田舎のね住んでたその川の氾濫がすごかったらしくてね、あ、まあ、やっぱりどうしても水深がね浅ければね、こう例えば加古川なんかこう台形みたいなの出るんですよね、はいはいはい、土手からこう来るわけですからね、ああ、いやだから水深とかあれちょっと話それるかもしれんけど、うん、あの足湯ってあるでしょ、足湯、はいはい、足湯で溺れた小柄なおっさんの知り合いほんまにそれ、うん、足湯聞いたことないけどな、あの足浜行く途中 の, あのサービスエリアで足湯で溺れた おっさんが、では
足湯や思ってこう膝までやで舐めたらあかんよみたいな。いや、それから水深とかでもね、余裕でしょ、膝まで来て流れがあったら動かれへんとか、そうそうそう、物事その絶えず、そうやね、だからその津波もそうやけどね、うん、その今回の、ね、冠水というのは浸水やろね、うん、もう改めてね、その身に染みて恐怖を、ね、自然とか人間とかね、うん、だから人間なんかでもね、見ず知らずの人と出くわすのが都会人でしょ、うん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 、だから大概俺あの何エレベーター一緒になった人とか、うん、俺敵対心ないよいう感じで、うん、ペッと目を見たらニコッと笑うもん。神経症が余計怖いじゃない。いや怖い、はい、欧米でマナーらしい、それ怖いじゃないですか。たまにあのギャング乗りする人とかおる。ギャング乗りするの、いや、だから入ってもこうなってたら車内やけど、入って出入り口がこっちはするでしょ、こう入ったとしてもやっぱり入り口の方向いてみんな乗らなあかんらしい。こう乗るのはマナーになったし、それギャング乗りギャング乗りっていうらしい。だから、うん、撃つぞみたいな感じのね。だからその辺は俺意識するからやっぱ、いやもう常に前傾姿勢、前傾姿勢、あのかかとを浮かしていつでも逃げれる、うん、で外野に回った時には風を読まなあかんから、ちなみに今日は状況も判断せなあかんから、今日は快晴ですんで、うん、いやでもこういう時ほど舐めたらあかんから、そうですね、うん。